皆さんこんにちは、ビクターの岡村です。続きましてビクタープラスのご紹介をさせていただきます。新商品のご説明の前に、まず全体的なビクタープラスの特徴ですね。まずよく聞かれるのが何が違うのかとよく聞かれますが、全体的にまず材質が実は全然全く違います。はい、例えばですね、こちらのペンチ ZP というんですけども、こちらは通常のものですと JIS 規格になっております。ビクタープラスの場合は、形寸法の大きさは JIS にのっとってるんですが、材質を変えることにより高度が高くなっておりますので、実はこれ JIS は取れません。 JIS 規格よりも数段上のペンチとなっております。細かいところで言いますと、このローレット部、通常は横しか入ってないんですけれども、斜めに入っております。斜めに入れることによって、引っ張ったり引っ張ったり曲げたりする機能が非常に強くなっております。続きまして落下防止穴、通常ですね、ここにグリップに穴は開いているんですけども、ある職人さんの方からここに紐を通すと、ちぎれたりとか、下手するとグリップが抜けたりとか、そういうのであると現場で使えないというお客様がおり、そのお客様のご要望に応える形でこういった鉄の部分にも穴を開けております。ですからこう紐を通すことによってもう絶対に落ちないというところで重宝されております。あと表面的な部分ですが、ピカピカになっております。これはメッキをすることにより錆に非常に強くなっております。